こんにちは、リリーです。今日なんですけれども、少し風邪をひいてしまって、まだちょっと治りかけという感じなので鼻声になってしまってるんですが、紅茶を飲みながらゆっくり撮っていきたいなと思います。よろしくお願いします。そして今日はこちらにも書いてある通り、チャンネル登録者様100人達成ということで、どうもありがとうございました。年内にチャンネル登録者様100人を目指すというのを決めたのが、登録者様が10人に達した時だったんですけれども、正直その時は年内に100人とかできるのかなってすごく不安でした。でもせっかく大好きな文具を紹介したりするチャンネルを作ったんだから、なるべくたくさんの人に見てもらえたら嬉しいなと思って、この目標に向けて頑張っていこうと決めました。その結果、本当に私は運が良くて、たくさん優しい方に動画を見ていただけた結果、このようにチャンネル登録者様100人というのを達成することができたと思っています。本当にね、なんかチャンネル登録者さんが少ない時にチャンネル登録してくださった方っていうのは本当にすごいなと、ありがたいなって思っていて、だって何の縁もゆかりもないこんなね、私のチャンネルを見つけてくださって、何かしらいいなって思ってくださってっていうのはすごく奇跡的なことだと思うんですね。なのでもう本当に初期の頃に登録してくださった方にも感謝ですし、その後もね、どんどんチャンネル登録者さん増えていったので、皆さんに感謝しています。本当にありがとうございました。結構ね、この声がなかなか戻らなくて、でちょっとどうしようかなって思ったんですけど、やっぱりね、チャンネル登録者様100人っていうことに対しての感謝っていうのは自分の声でお伝えしたいなと思ったので、ちょっとね、今回撮らせていただくことに決めました。お聞き苦しい点もあるかと思うんですけど、ご容赦いただけたら幸いです。さて、ここにも書いてあるんですけど、私ね、今までやってきた中でまともに自己紹介してないなっていうことに気づいたので、チャンネル登録者様100人の記念に軽く自己紹介させていただきたいと思います。はい、名前はリリーです。年齢は30代です。結婚して7年目になりますね。それでですね、子供が4歳の娘と2歳の息子2人おります。まあやっぱりね、上の子が今年から保育園に行き出したので、風邪を毎月のようにもらってくるので、ちょっと私も毎月ダウンしていますが、頑張ってやっていきたいなと思っています。そして手帳歴2年弱ですね。去年の初め頃にたまたま YouTube を見ていたら手帳の動画が流れてきて、この話前にもちょっとしたことあるんですけど、それを見た時にすごく癒されるなと思って、そこからね、セリアさんの手帳を買って始めてみて、そしてどんどん沼にはまっていったという感じです。で、まあ一応去年の初め頃から手帳っていうのは使っていたんですけど、本格的にこうスケジュール管理であったりとかやっていこうっていうふうに思ったのはもう今年からですね。なので歴はかなり浅い方だと思います。結構その手帳系のチャンネルの方とか文具系のチャンネルの YouTuber さん見るんですけど、皆さん割ともう昔から手帳が好きだったとか、子供の頃から文房具が好きでみたいな人が多いなっていう印象だったんですけど、私はね、むしろもう本当に手帳始めるまではペンとか書けたらいいと思ってたし、なんかそんな何本もいらないかなみたいに思ってたタイプなんですね。でも実際に手帳を始めてみると、筆記具とかもいろんなものがあるんだなっていうことを知ることができたし、で知っていくうちに、じゃあ自分にはどんなペンが合うのかなとか試したくなっちゃって、それで結果的にペンもたくさん増えてみたいな感じになってきました。それでですね、お気に入りのペンのご紹介に入るんですけど、エナージェルクレナです。こちらですね、もう気に入りすぎてね、4本も買っちゃいました。最初に買ったのはこの普通のエナジェルクレナペンテルさんですね。
でね、これ 0.5 のものです。こちらを買ったんですけど、なんかこれのいいなって思ったところは、黒が濃くて割といろんな紙に対しての相性がいいっていうところですね。で、なんか私本当にボールペンとかってこだわりが今までなかったもので、なんか例えば会社のノベルティでもらったものとか普通に使ってたんですけど、書いてる時に普通にかすれたりとかしてて、なんか書きにくいなみたいな、まあ書けるからいっかみたいな感じでずっとね使ってたんですけど、こちらのねナージルクレナは本当にインクの出がすごく良くて、書いてても全然その引っかからないし、もうインクが潤沢に出るしで、すっごい書きやすくてめちゃくちゃ感動してしまって、それでなんか色がねいっぱいあるんですよね。だからいろいろ買って、なんかちょっと年季入ってるのここの色とかで分かっちゃうかなと思うんですけど、こんな感じでね増やして、でその後水玉さんコラボのエナージェルが出ると知って、発売日に速攻で買いに行きましたね。でこちらに関しては 0.3 ミリの細字のものとなっています。ここの色とか比べてもらったら分かると思うんですけど、だいぶこっち年季が入ってます。こっちはね割と新しいのでまだ綺麗なんですけど、まあそれだけねじっくり長く使っているペンということですね。ちょっとせっかくなのでこちら書いてみたいと思います。こちら書いてみました。まあやっぱりインクの出っていうのに関しては 0.5 の方が潤沢に出てくれて、スルスルっと書ける感じで、で 0.3 の方はやっぱり細かい文字であったりとか、あと小回りも効くので、イラストとか描くときにいいのかなと思いました。まあでもやっぱりなんかエナージェルクレナはすごくインクがサラサラと出てスルスルと描けるのが私は好きなので、どちらかというと 0.5 の方が好きです。以上お気に入りのペンの紹介でした。続きまして使用中の手帳というのも少し紹介させていただきたいと思います。これもねなんか今回ちょっと集めてみたら結構たくさんあったので、全部をこう細かく紹介していると時間がいくらあっても足りないので、さらさらっと紹介させていただきます。まあだいたいこれぐらいですかね。たくさんあります。まずこちらミッフィーちゃんの手帳なんですけど、くつわさんの家計簿とスケジュール帳が一緒になっている手帳です。ちょっとねセキララに中身書いてるので書いてる部分をお見せすることはできないんですが、こちら9月頃にちょっと気になっていた手帳だったんですけど、あの近くの文房具屋さんで安くなってたのでお試しにと思って買ったので、9月から使い始めたものです。なのでその前からだったら全然見せれるんですけど、まずこんな感じにマンスリーがあります。で普通にこう家計簿というか月間の数字を書ける場所があって、でね私推しポイントがこれマンスリーの後にすぐにこういう風に週間のページが来るんですね。私的にはそれがすごく気に入っています。でここにもいろいろね食費とかレジャー交通とか書いてくれてるんですけど、この空いたところには私は自分の趣味で使ったお金とかもチェックしていってるので、趣味とかあともう簡単にその他とかですね書き加えて使っています。こちらは主に家計簿とスケジュール管理の手帳になっています。次はこちら M5 の手帳です。こちらは黎明藤井さんのデコナを使用しています。でこちらの手帳に関してはこんな感じでね、以前も少し紹介したことがあるんですけど、大体あんま変わってなくて、あこれねアサネルさんのクリアスタンプ変えたんです。また紹介させてください。もう主にこんな感じでね買い物メモに使ってますね。もうこちらの主な役割は買い物メモ、もうこれがもう9割です。であとはもう少し雑記を書いたりとか、これ子供のお弁当を作らなきゃいけなかった時にどういう風にしようかなって考えて、まあね最終的によくできましたということで自分で自分を褒めてみました。まああとはちょっとお見せしにくいんですけれども、まあ推しがいたりとか、この後にはマンスリーですね。簡単に予定が書いてあったり、あとはこういったレシピ、あと子供のことなどを書いています。こちらはもう毎日カバンに入れて持ち歩いています。で結構ね雑にカバンに入れてるんですけど、まあ割と綺麗な方かなと思います。
ちいかわちゃんもいます。で次にこちら暮らしの手帳です。こちらね、なんか暮らしの手帳って通販でお買い物した時にノベルティでもらったものなんですけど、最初ねこちらのように献立を書いていって、で何があるか冷蔵庫の中身ですね書いたりとかして、こうお料理用に使おうと思っていたんですが、2週間ぐらいで挫折をしました。でその後ねしばらく使ってなかったんですけど、ふと思い立ってちょっとこれなんか汚くて申し訳ないんですけど、欲しいものを書いていくようにしました。結構 SNS とか見てると可愛い文具とかいっぱい流れてくるんですけど、発売日とか覚えきれないんですね。なのでちょっとでもいいなと思ったらここに書いていって、それで何日に出るなっていうのをチェックできるようにしてみたいなと思ってこのようにしてみました。ただね、今後システム手帳が実は2冊増える予定なので、もしかしたらそちらに移行するかもしれませんが、現状欲しいものリストとして使っています。はい、次にほぼ日手帳です。ほぼ日手帳はもうこの前も使い方のご紹介させていただいたので、もうささっと行くんですけど、最近ねポケモンをやってて、でポケモンの絵日記を書き始めましたね。はい、ホゲータという火のワニみたいなやつを選びました。すっごい可愛くて、で今もうね最終進化しちゃって見た目は変わってしまったんですが、それでもとっても頼もしい相棒として成長してくれたので、これからも頑張って旅を続けたいなと思います。であとね、ちょっとやばい絵が出てきたんですけど、私ポケモンはまだ大丈夫、大丈夫ではないか、やばいんですけど、人がダメみたいですね。人描くとこうなるんですね。なんか私ね、高校生の時に絵が得意じゃないのに、文化祭か体育祭の旗、クラスの旗のなんか描く人に選ばれてしまったんですよ。もちろん私一人じゃなくていっぱいいるんですけど、その中の一人に選ばれてしまって、でなんかみんなで案を出そうってなった時に、担任の先生の顔をデフォルメして描いたらこんな感じになったんですよ本当に。そしたらお友達からかなりガチなトーンで、え怖いって言われて、あこれ可愛いと思って描いたら怖いんだと思って、すっごいショックだったんですけど、まあその場ではあやっぱりとか言ってすごいなんか笑ってごまかしたんですけど、そこからちょっと絵にコンプレックスというか自信がなくなってしまいましたね。まあでも、うん、もしよかったらちょっと怖いなと思わずに、なんやこれって笑ってくれたら嬉しいです。お願いします。はい、そして最後ですね、こちらミニロクの手帳です。もうこちらもちょっとね全部紹介してたら本当に時間がないので、ここから見てください。ここに入れてるのが、まあマンスリーがこの日々の振り返りを書いた日ですね、チェックを入れています。そして感情ワークというのが、Your Life Diaryのメソッドを実践できる本を買ったんですけど、それについていた感情ワークというものをやっているページです。そしてその本を読んだ時の記録というのを書いていまして、こちらは実質的にはピュアライフダイアリーみたいな使い方をしている手帳になります。ただね、結構パンパンになっちゃって、まだ入るかもしれないんですけど、ちょっとねぎゅうぎゅうになってきたので、今度ね新しい手帳が届いたらそちらの方にこう分けていって、よりね使いやすい形にしていけたらなと思っています。はい、以上が簡単にではありますが今使っている手帳のご紹介でした。ちなみにこれ以外にノートも何冊か使ってるんですけど、それはまた後日2023年の手帳というのを紹介させていただくときに合わせてご紹介させていただきたいなと思います。そしてね、このノートなんですけど、実はこれが私がYouTube を始めた時に YouTube 用の手帳として使おうと思って買った手帳です。ロジカルダイアリー2023ということで、こちらもね来年も引き続き使えるものなんですけど、そう今日はねこのね YouTube ノートの紹介をしたかったんです。これね、表紙開けたところに無理をしない、嘘をつかない、楽しくないことはやらないって書いてるんですけど、これは YouTube を始める時にやっぱりなるべく長く続けたいなと思ったので、しないことを決めました。そしてこちらがマンスリーです。
まあ、これはちょっと10月のページなんですけど、こんな感じで S はショート動画、 M はメインの動画ということでアップした日をこのように書いていっています。10月の目標は YouTube を始めるでした。まあこれはね、もう始めれば OK なのですぐに達成できました。で11月はね、ちょっといろいろバタバタしてて10月ほど動画が投稿できていなかったんですが、まあ、それでもね、あの100人達成することができて、あ、書いてないですね、書きましょう、エナージェルで書きます。はい、デカデカと書きました。登録者数も100人ということで本当にありがとうございました。それでね、12月のページに移ってきました。まだ動画が投稿できていないのでこの辺りは空白なんですけど、こういうことをやりたいよというのを付箋に貼ってね書いてます。まあとりあえずね、最低でもこの4本は今月出したいかなと考えています。そしてですね、実は最初ロルバーンダイアリーを買おうと思っていたんですけど、こちらのロジカルダイアリーに決めた理由が、まあ単純にこのホットケーキが可愛かったっていうのもあるんですけど、こちらのページですね、 YouTube やりたいことリスト、これが書けるっていうのがすごく私にとって魅力的でした。このデータっていう日は思いついた日ですね。あ、やりたいなと思ったことを思いついた日をここに書いて、でこういうことをやりたいよっていうのを書いてます。で実際にアップができたらこのように日付とチェックを入れるようにしています。でこのページが終わったらフリーページに移っていきます。これね、 YouTube チャンネルのチャンネル名がもう一番初期の頃、実は今はリリーのほんわか文具機構っていうちょっと長ったらしいタイトルなんですけど、手帳と文具のリリーさんっていうチャンネル名だったんです。でもなんかどうしようかなって考えて、でなんか気候って何かっていうと旅みたいなことなんですよ。でなんか文具との出会いって旅と似てるなと私は思っていて、なんかいろんな文具と出会うっていうことが私にとっては本当にこうね、いろんなこの文具たちとの出会いイコールなんか人生の旅みたいな、あーなんか壮大になってきちゃった、なんかそういう感じがしたので、リリーのほんわか文具機構っていう風に名前を付けました。そしてこれサインの練習もしてたんですけど、まあこっちになりましたね。であともこんな感じですね、ちょっともう字が汚いんですけど、こんな感じでね、まあ、全部の動画でこれを書いてるわけじゃないんですけど、どういうタグつけようかなとか、いろいろね、なんかどういう風にこう動画を組み立てていこうかとか、あと紹介する商品の名前ですね、すぐ忘れちゃうのでこんな風に書いたりしてます。ですね、なんか本当にこうやって裏側を見せるのはちょっと恥ずかしいんですけど、ね、字がもう本当に汚すぎてあれなんですけど、まあこんな感じでね、ちょっといつも頑張ってますよということをお伝えしたかったです。はい、以上こちらの YouTube ノートの紹介でした。ここまで長い時間お付き合いいただきありがとうございました。最後になりますが、こちらあのお手紙を書いてきました。私はおしゃべりがもうお察しの通りあんまり上手じゃなくて、伝えたいことを伝えるときに結構グダグダになっちゃうので、お手紙として書かせていただきましたので、今から読みたいと思います。これ堂々めっちゃ可愛くないですか。ロフトで買いました。はい、それでは鼻声ですが読ませていただきます。動画を見てくださる皆様へ、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価やチャンネル登録をしていただけることもすごく励みになっています。こうして温かいお気持ちを寄せてくださる皆様のおかげで、この度目標としていた年内にチャンネル登録者様100人を達成することができました。本当にありがとうございました。これからも手帳や文房具が大好きという気持ちを動画を通してお伝えしていきたいです。そして動画を見てくださる皆様にも手帳や文房具の楽しさや魅力を感じていただけるように頑張ります。これからもぜひ一緒に楽しんでくださいね。この度は本当にありがとうございました。リリー。
だって今お腹鳴ったんだけど入ってないから大丈夫かな。ちょっとお腹鳴ったの聞こえてたらごめんなさい、申し訳ない。こんな感じで書かせていただきました。このお手紙またコミュニティの方にもアップさせていただきます。ということでいかがだったでしょうか。今日はねちょっと病み上がりでなかなか本調子ではないんですが、それでもやっぱりね動画撮ったら楽しいなという気持ちでほっこりしながら動画を撮らせていただきました。これからものんびりゆったり楽しく元気にはつらつとしてるかわからないけど、いっぱいなんか楽しいなっていう気持ちをお届けできたら嬉しいです。なのでぜひ次も見てください。それでは今日はこの辺で終わろうと思います。もしこの動画が良かったよと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。